もしあのこの地獄というものがもし存在するんだったら、うん、まあ、多分 BGM はこんな感じだろうなと思いません？あ、もうちょっとマガマガしいかな。シャレた地獄かな。多分あの、あ、なるほど。そう、悪いことした美容師とかが行くような地獄だと思いますね、それは。はい。はい、どうも、玄米レコードのティッシュ元インカミです。今回は今最も世界で注目を浴びているフィメール DJ のレズの魅力について語っていきたいと思います。はい。ちなみに私ティッシュモはトラックメーカー兼 DJ として活動しており、はい、私インカミは音楽ブログを運営しております。もしこの動画が良ければぜひチャンネル登録およびに高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、まずはじめにレズとは何者ということで少し紹介していきたいと思います。はい、お願いします。レズはですね、テクノやインダストリアルベースといったディープでダークサイドなダンスミュージカ特徴的な音楽プロデューサーの方で、はい、光るぐるぐる巻きのメガネがトレードマークの方ですね。うん。1995年生まれ、本名はイザベル・レザデデと言いまして、はい、ナイアガラ・フォールズを拠点とするカナダの電子音楽プロデューサー兼 DJ の方で、はい、16歳の頃より DJ に興味を持ちキャリアをスタートさせます。なるほど。DJ を始める前はバスケやバレー、ランニングなどスポーツが大好きな、まあ、活発な女の子だったみたいなんですけど、アフロジャック、スティーブ・アオキ、デッドマウス、スクリレックスといったいわゆる有名な EDM アーティストを聴き、そこからそういう音楽の世界にのめり込んでいったと。そうなんですね。作曲をするきっかけとなったのが、はい、デッドマウスがですね DTM で作曲する様子を映した、まあ、ライブストリーミングを見て、はい、今までにない衝撃を受け、まあ、そこからすぐに DTM を勉強し、はい、で YouTube で500以上ものチュートリアルを見て学習して本格的に音楽プロデューサーとして活動していくという。なるほど、現代的ですね。なかなかね、そうじゃ、その YouTube で学習するっていうことはね。確かに500ってすごいですよね、数もね。500はすごい、うん、相当な努力家だなっていうことが伝わりますね。そうですね。2015年に自身初の EP インサレクションをスクリレックスのレーベルネスト HQ からリリースします。おい。このリリースに至った経緯というのがですね、はい、スクリレックスのツイッターに直接制作済みの EP をネスト HQ からリリースしたいというストレートなメッセージをですね、はい、送ったところ、はい、音源を気に入り即快諾しリリースが決定することになったと。おお、すごい。すごいですよね、このレズの行動力。確かに。うん。さらにこの年、音楽サイトマグネティックが2015年最も勢いのあるアーティストの第1位にレズを選んだり、アメリカのメディアが2016年最もブレイクしたダンスミュージックアーティストの一人として伝えるなど各メディアも注目したと。なるほど。レズが DJ になるきっかけとなったのは、はい、まあ、先ほども言いましたデッドマウスの DJ プレイを見て体験した時だったそうで、はいはい、デッドマウスといえばネズミの被り物がトレードマークのテクノの音楽プロデューサーの方で、はい、まあ、この方はですね結構辛口コメントで有名な方なんですけど、あのよく SNS などで他のミュージシャンたちに噛みつくような、まあ、攻撃的で挑発的な方なんですけど、そんな方をですね、まあ、レズにとってデッドマウスは憧れの存在で、あのワンピースのルフィでいうあのシャンクス的な存在。そう、デッドマウスが主催のレーベルマウストラップに自身の曲をもう何度も送って猛アピールし、マウストラップと契約しているアトラスという DJ の方が、まあ、彼女に目を留め、はい、彼女の楽曲を、まあ、マウストラップのマネージャーに送ってくれたのが全ての始まりだったと。でもそこからやがてデッドマウスにも存在を認知され、彼のレーベルからまあ楽曲をプロデュースするまでになりましたと。それからの彼女の音楽活動は世界まで広がり、世界各国のビッグフェスに多数出演することになります。でそんなレズがですね、なんと今年の2021年11月にニューアルバムのスパイラルをリリースしたんですけれども、そちらの方もちょっとちらっと語っていきましょうよ。はい、行きましょう。じゃまずですね、この1曲目に収録されてますケミカルバンドという曲がありまして、はい、この曲はですね、あのデスパクトというアーティストの方とのコラボ曲なんですけど、はいはい、今現在ですね、なんとあのアップル社の MacBook Pro の CM の BGM に起用されていたと。この CM を見て、はい、Twitter などのこの SNS 上で、はい、あ、この曲レズの曲じゃねみたいなとか、何このかっこいい曲、誰の曲か教えてとか、さ結構そういう声も上がってたりとかして、どうですかインカミさん、このサウンドを聞いて印象といいますか。印象、そうですね、ティッシュモさんが最初にアーティスト紹介の時に、はい、インダストリアルっていう言葉が入ってたと思うんですけど、はいはいはい、まあ、本当にそんなイメージでした。なんかキャッチーっていうよりはすごいなんか金属っていうか、うん、冷たい感じ。あ、確かに
はい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 うん、確かに確かに。もしあのこの地獄というものがもし存在するんだったら、うん、まあ、多分 BGM はこんな感じだろうなと思いません？あ、もうちょっとマガマガしいかな。シャレた地獄かな。多分あのあ、なるほど。そう、悪いことした美容師とかが行くような地獄だと思いますね、それは。はい、そんなクールなサウンドに仕上がってると。はい、クールですね。まあ、ぜひおすすめですね。はい、このスパイラルというアルバムを通して聞いて、はい、インカミさん的にはまあどう感じましたか？と自分が感じたのはさっきも話したような、はいはいはい、冷たい感じでかっこいい感じっていうのと、はい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 、あとはなんか音も、うん、結構いろいろ使うわけじゃなくて、あ、はいはいはい、一個の音を、うんうんうん、まあ、めちゃくちゃその磨き上げてるというか、あ、なるほど、シンプルなね、そうシンプルに聞かして、そのまあワブルベースが本当にもうメインだけのとことか、はい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 、そういったところが男気あるなみたいな、逆に女性の方ですけど、そう聞かせ方っていうのもなんか芯があってかっこいいなっていう感じは受けましたかね。あとはなるほど、はいはい、ティシモさんも収録の前とかになんか印象みたいな話してたんですけど、はいはい、なんか音をあえて揺らしたりとか、うんうん、それはなんかかっこいいだけじゃなくてちょっとね、うん、ひねってるっていうか、そうそうそうなんですよ、うん、だ結構この方メロディアスな曲ももちろんあるんですけど、なんだろう、そのこう美しいコード進行の中にちょっとひねくれたコード進行を入れたりとか、だそういうところも結構なんだろう、この方のこの挑戦的な部分もかっこいいなと言いますか、あー、コード進行おじさんがうなるぐらいのもうコード進行おじさん的にはもう満点ですわ、もう拍手拍手と拍手ですね、はい、まあ、ごちゃごちゃしないですしね、もうなんか本当にそこが確かにさっきインカミさんが言った通りに男らしいと言いますか、もう細かいことはいらねえ、もうこのサウンドを聞けバリの、そうですね、すごい軸がしっかりしてるなって思いますよね、聞かせたいというか多分表現したいことっていうのが、うん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 、一貫してるなと思います。はいはいはい、それではレズについて語っていきました。はい、もしこの動画が良ければぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。はい、じゃね、じゃね。